こんにちは。今日は論語の教えから人として絶対にやってはいけない私悪の教えというのを解説します。これを聞くとこんなメリットがあります。若い人は会社の選び方や優れた上司の判断基準が分かります。リーダーの人はこの4つを知ることで優れた指導者になります。経営者や管理職の人がこれを知れば離職率が軽減できます。若い人はなんでその判断基準が分かるかというと、これから社会に出ていって理不尽さを必ず経験するからです。そして真っ当な上司というのはどういう人かっていうのを先に知っておく必要があります。この判断基準が分かると後で迷わなくなります。リーダーというのは多くの人がリーダーシップというのを学ばずに管理職になっている場合が多いです。ですからリーダーとしてやってはいけないことを知ると部下の育て方、伸ばし方が分かるようになります。経営者も同じで、リーダーシップと起業とか創業っていうのはまた別の軸になるんですね。だからこれを知るとものすごく参考になります。では今回もこのカナ論語から出していきます。師曰く、教えずして殺す、これを逆という。戒めずしてなるを見る、これを謀という。礼を緩くして気を致す、これを俗という。これを等しく人に当たるに、水筒のやぶさかなる、これを有志という。この4つの教えです。では1個目のところから深掘りしていきます。教えずして殺す、これを逆という。これはもう本当にむごいこと。仕事で言えば仕事の流れとかやり方を、まあ、一切こう新人に教えないで、なんでできないんだって言っちゃうことですね。そしてわからなそうにしても、そんなのね見て覚えろって言ってね、なんで覚えないんだみたいなこと言っちゃうわけですよ。これの教えずして殺すっていうことになるんです。知らないことを見て覚えろってね、これをやれってのはね、非常にね酷なことだと思うんですよ。この間言っただろっていう人もいるじゃないですか。これね違うんですよ。教えるというのは相手が理解をして動いた瞬間に教えたってことになるので、相手がもし言っても動かないのであれば、それは教えてないってことになるんです。ということはこれは教える側に責任があるという考え方になりますね。それで忘れっぽいやつがいたら、忘れないようにするためにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えるのがこの教える側、まあ、上司だったりとか先輩の役目になってくるんですね。そこまでしてやんなきゃいけないのかってなるんですけども、仕事でこう伝える、教えるというのはそこまで見ることをちゃんと言います。で、例えば挨拶のやり方とかいろんな場面でね、その会社会社によって多分違うと思うんですよ。だから挨拶なんかね当然できるだろうと思うわけじゃないですか。でもその会社での場所が分かってないので、ここではこの挨拶、ここでは礼状みたいな感じでね、その会社のやり方だったり、その社風というのを最初教えないと。いや挨拶ぐらい、そんな礼状ぐらい、いつの場面か分かるでしょって言っても、その時々に違うし、もし学生上がりだったら全く知らない可能性があるから、それは教えなきゃいけないということですね。で、僕の運営する子ども教室では、教室に入ったらすぐに立ち止まってよろしくお願いしますということがルールで決まっています。そして挨拶するときは必ず一旦止まってピシッと姿勢を正して、そこからしっかりお辞儀をする、こういうことが決められてるんですね。だから挨拶はできると思っても、この歩きながら挨拶するとはうちはダメなんですよ。だから最初に挨拶は止まってしっかり相手の方を見てするみたいなことをきっちり教え込みます。小さい子、幼稚園の子たちもいっぱいいるから、できないで最初言っちゃうわけですよ。だからね、挨拶しないで来た場合は、ちょっと待ってって、教えてるよね、もう一回戻ってやりましょうねってことで、一回戻ってその場からやり直しでやらせてます。これを覚えて体に染み込むまで何回も何回もやって覚えていくわけですね。じゃあ例えばこれをキックボクシングジムに例えると、僕は非常に分かりやすいんだけども、何かというと、入会したと言いますよね。で、入会した練習生に初めて人にキックやパンチとかそういう基本を全く教えない、全く教えないで、まあ、適当にやらせとく。で、やらせるときにちょっと歩いててね、お前全然できてねえじゃねえかって言ったら、えってなりますよね。そういうことになります。そして更衣室の使い方とかシャワーのやり方も全く教えない で、その人わからないからこう使ってたら、いきなり来てね、お前その使い方なんだよ、全然違うんじゃないか、何考えてんだみたいなこと怒られるわけですね。そしたら、え、何にも聞いてないんだけどってことになるわけですよ。もちろんそんなジム痛くなくて退会したくなりますよね。それが会社でも起こってるってことなんですよ。だから辞めちゃうんですよ、そういうことやっちゃうと。だからこのショックで言えることは、まずは徹底して教えましょうってことですね。それがないとまず人は育たないし、それが最初の原因、仕事を、ね、辞めていく原因になってしまうので、この師悪の教えの一つ目、これね、徹底的に教える、これ頭の中に入れましょう。次2番目、戒めずしてなるを見る、これを謀という。これはむちゃくちゃなことを言うことです。例えばビジネスシーンで、営業部に配属されたその日に突然上司から、とにかく数字を出せよ、数字が全てだ、もうこれだけね、数字の出し方とかね、その指導やノウハウは一切なし。これはむちゃくちゃな上司ですよね。そんなこと言われたら、僕だったらもうたまりませんよ、やってらんないんですよ、そんなこと言われたら。で、例えばもう一つの例で言うと、ね、調理師専門学校に入ったとしましょう。で、調理実習を一切させないで、
いきなり卒業させて、ね、お前は現場で筆を振るってこいって言われたら、振れるわけないじゃないですか。そういうことになります、これは。また、キックボクシングの例で言っちゃうと、ろくに練習とかね、させてもらってないのに、試合に勝手にエントリーされて、お前この試合絶対に勝てよとか言われてるもんですよ。無理じゃないですか。それがこの教えになるんですよ。今しめずしてなるを見る。これを棒という、指導しないのに成果だけ求めてくる。だからすごく大事で、指導者の教えとして、指導しないで成果を求めてはいけない。これを逆にすると、指導すれば成果が出る、成果が出ないのは指導の仕方が悪い、こうなるわけです。いや、そうすると指導する側もね、ぐっと気が引き締まるよね。成果が出ないのは指導者が悪いってことですから。これはサッカー見てあって、何かバスカー見てあって、監督が悪い、監督が悪いって言われるじゃないですか。でもスポーツの世界でそう言われるのに、仕事だと上司が悪いって言われないんですよ。これ不思議なんですね。だからあなたがもし上司だったりリーダーだったりする場合は、これを必ず肝に銘じて行動してください。さあ3つ目、礼を緩くして気を致す。これを俗という、規則を決めてないのに厳しく取り締まることです。例えば上司のあなたがこれやっといてねということで部下に物事を頼みました。で数分後、ね、あなたは行きました。でこれやってくれたって言ったら、あなた部下がまだやってないんですけどってなるんですね。その時にあなたが、なんでやってないのって怒ってしまったら、この証拠に当てはまります。いつまでにとか明確な指示を出してない。さっき言ったのはこれやっといてねだけですよね。いつまでにとか期限とか、決めてないですよね。自分の中で勝手にすぐやるだろうと思い込んでる。で行ってみたらできてない。で怒る。これは期限を決めないあなたが悪いということですね。自分の中で勝手に期限を決めて自分勝手に動いてると、それは上司としてダメですよと。指示をするなら明確に。今日中ではなく、例えば午前中何時まで、午後だったら午後5時までとか、期限をきっちり言うこと。例えばこれをキックボクシングに例えると、ね、ある日コーチから次の試合頑張れよって言われるんですよ。で数日後に、明日試合だけど仕上がりどうだって聞かれますね。明日試合みたいな、聞いてないわけですよ、その期日というの。で減量もあるし、スタミナもあるし、これはねきつい、とてもじゃないけど戦えない。だから仕事の期限とかも全部、今の言ったのも全部同じで、部下からしたら、なんで聞いてないよ、どういうことってなるんですよ。でも上司の方が自分の中で期限を決めて、分かってるだろう、伝わってるだろうってことで勝手にやっちゃってるということが現場でよくある。これは気をつけなければいけないと説明しながらも、僕自身もなかなかそれができてない時はありますね。あれ言ったような気がするけどなみたいなね、相手が伝わってない。これはね、自分自身に正規品があるので、そういう時はね、って顔したら、しまったと、これは言ってなかったなということで、自分自身に反省することにします。こういうことがリーダーには求められるわけですね。逆に部下からしたら、そういうリーダーがいたら、この人はダメだってすぐ判断をして見切った方がいいですね。さあ、トントントンときました。最後の4つ目です。これを等しく人に当たるに水筒のやばさくなる。これを融資という。まあこれをビジネスシーンで言うと、ここまで売上を伸ばしたらボーナス出すよと言っておきながら、達成した後に、いや今回他の部門が売上が伸びなくてちょっと出せないんだよ、なんていう場面です。これは絶対にやってはいけないということで、論語で説いてますね。信用をまず損ねるし、モチベーションがバーンと下がってしまうってことです。まあそれが、まあ離職につながったりもするわけですよね。ということは、出すと言ったら出さなきゃいけない。これね、2500年前の言葉ですよ。今でも使えますよね。でまたまたキックボクシングで例えちゃうんですけども、試合でね、KO 賞ってあるんですよ。ノックアウトで試合に勝つと、そこに賞金が出るんです。これはね、スポンサーだったりとか大会の規模によって、まあそれぞれ違うんだけども、まあそういったものがあるから、さらに選手としてはやる気になるわけですよね、戦うわけですから。でもそこでね、見事に KO で勝って、ね、よっしゃってなった時に、まあ最後ね、終わった後、いや今回ね、運営が厳しいから KO 賞やっぱ出さないって言われたら、選手としたらなんでだよと思うわけじゃないですか。もうこのスポンサーとかね、この大会出たくないなっていうね、モチベーション低下には絶対になるはずですよね。だからこういうことはやってはいけないよってことは、論語の教えであるんです。でさらに親子の関係でもこれはありがちですよね。子供がね、あれ買ってと言ったら、いやいやまた今度って言って済ませてしまっていませんか。これはね、非常に危うい言葉ですよ。今度っていうことは、今度買わなければいけないってことですよ。だから今度ねって言ってやってない親は、子供から信用を失うわけです。というと、でうちの子供が言うこと聞かないって、もしそれね、親が言ったとするなら、それね、親のあなたが聞いてないからいけないんですよっていうことになるわけです。じゃあどういう言葉を選択したらいいかということだと、僕の家ではこういうふうに言いますね。うちはそれはいりません、うちではそれは買いませんってちゃんと言います。子育ての中では僕は今度という言葉をなるべく使わないように気をつけています。人間の記憶というのは面白いもので、自分が負担するものというのは忘れちゃうんだけども、
の自分が得することとか利益があることっていうのは驚くことにね記憶に残ってるんですよ。だから子供のねさっきのおもちゃとかね買ってた話もそうなんだけど もう抜群な記憶力を持ってるわけですよ。この間言っただよねとかね。だからねまあそれはね大人も同じだけどもそういうことは気をつけるってことですね。まあいろんな例でちょっとお伝えしました。というわけで4つの解説をしました。でこの試薬の教えというのは知ると同時に自分をチェックするものです。なんでこんな残っているかっていうと分かっちゃいるんだけどやってしまうということで2000年以上も読み継がれているという理由があるんです。先ほど出した子ども教室もそうなんですけども何度も何度も教えてできるようにさせるまで指導します。なんでできないのということは絶対に指導では使わないようにしてます。反対にこれは自分が教わる立場になった時にはしっかり覚えようという姿勢になります。さらにビジネスシーンで一番使うのはやっぱり期限とか決まりのところでしょうね。で先ほど申し上げた相手に伝えるというのは大事なんだけども自分の中でも時間を管理してスムーズに言葉を運ぶようにするというのもこの振り返り反対には使える言葉になります。でまたあとゆっかりね期限を伝えないでこうやってる場合は周りに対してねそういう場合があったらね遠慮なくいつまでですかってすぐ言ってほしいということを最初から言っておくといいと思うんですね。そうすると伝えなかった場合はみんなが分かってくればいつまでですかとかどうですかって言ってくれるんですね。そういう環境を作っておくってことも大事だということです。そして最後にこの試薬の教えに該当する人物があなたの周りにいたら面白い論語の解説動画がありますよということでこの動画の URL だったりを、まあ、SNS でポンと相手に送って見るように進めてください。ということで今回は論語の試薬の教えというのを解説しました。こういった論語の解説に興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして高評価ボタンもお待ちしてます。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ということは志を立てろって何かというと方向性を見つけなさいってことで非常にシンプルじゃないですか。自分の人生どういう方向でいくか僕の志何かも皆さん